おはようございます。おはようございます。マスクでごめんなさい。マスクじゃなくても、おはようございます。電気来た。ねえねえ、あれですか、画質悪いですか。待って、タワー、ヨッシーさん、ちょっと待って、スクショします。ありがとうございます。ありがとうございます。朝からヨッシーさん、どうもありがとうございます。カプレーザーのおはよう。おはよう。画質いい？本当？よかった。いい？よかった。顔やばくない？ちょっとマスクした方がいいか。テカってる。ゲイラ眠たい。おはよう。眠たいです。頭が起きません。頭が起きません。早起きですね。そうですね、5時とはすごい早起きです。前髪がめちゃめちゃ短くなりました。見てください、やばくないですか。これ巻いてないで、これの長さなんですよ。あら、すごい短い。山登りませんから。山登りません。山登るんならもうちょっと早く起きます。起きてますよ。顔洗いました。もうね、出かける、出かけるっていうか準備で終わってます。夜多分配信できないです。何時に起きたの？何時だっけ。10分前、10分前で広島じゃないですよ。全然違いますよ。普通に早起きですね。はい、10分前に起床した山本です。違う、洗ってテカってるんだって。まだクリーム塗ったばっかだから。朝からそのテンションなの、すごい。イエーイって。10分前、10分前に起きた。おはようございます。おはようございます。みんな早いね。みんな早いね、朝起きるの。眠い。サプライズ電話しません。何時まで配信するんだっけ。あんこれ、半ぐらいまで。配信する。やばい、お腹すいた。やばい。5時起きは早いです。徹夜して待っててくれたの。ずっと起きてたって子も。みんなありがとう。ね、LINE しとってや。アンナのね、徹夜組やばいね。あー、ファミマのゆで卵を食べたい。
LINE がさ上に来るからさコメントがわかんねえ眠いですよ、全然眠いですよ。あ、マスクが落下した。ねえ、お腹すいた、ほんと無理。お腹すいた、やばい。今日はね、早いですよ。みんな早起きなんです。水飲んだけど、もうお腹空いて苦しい。じゃあもう、まあこの前髪が嫌やねん。もうほんまにね、もう早伸びてって感じ、ほんま。やっぱ電気つけよう。イエイ。18日は自宅配信。18日って明日？明日自宅配信です。明日自宅配信ですよ。風がお強いの？今の服装見せられるやつだよ。どうした？うん、全然いい。うん、どっちでもタワー来た。嘘、朝からありがとう。待って、十九万、ヨッシーさん、みんなありがとう。ノブさん、タワースクショします。ありがとうございます。朝から2本もタワーを、ありがとうございます。ありがとうございます。今日の服装はピンクちゃんです。ピンクのロングの T シャツみたいなやつです。はい、平畑さん、ありがとう。ちょっと顔が本当に、頭が起きてないから何もし会話がないっていう。パジャマじゃないよ、私服だよ。ちょ、前髪短いんだって、ほんまに短いし、なんかスカスカやねん。みんな起きてる、みんな起きてる。 LINE が続々と来るよ、起きてますって。この配信は30分には終わらないとヤバみかもしれない。違うの、私はここまで切りたくなかったので、もう切られちゃった。だから悲しい。しかもなんかスカスカ。朝ごはんは現場に行ってからじゃないとない。ひとみです。ひとみと一緒にいます。今日はアンアイス。前髪伸びろって感じですね。早く伸びて。眠い。違う、だから伸ばしてたんだけど切ったの。今日、昨日切るってなってて、そのために伸ばしてて今日って感じ。二人で朝からお腹すいたって連呼してる。一週間記念ライブどんな感じですか？一周年だから特別です。特別ですよ。目がまだ寝てる、寝てるよ。アンアイスです。
お菓子ない、もう食べ物一個もない、頭回ってないです。その通り。スペシャル、うん、巻いたらそう眉になりますね、完璧ね。ひとみもさっき起きてましたよ。腕つらみ、うん、つらみ、眠み、眠み、おはよう。みんな朝から来てくれてありがとう。そしてコメントをしてくれて、起きた、おはようのぺさん。ひよりさん体調大丈夫だよ。女優やばい、眠みが深い、眠み可愛くないです、いやテンションな、眠みどんだけ。カープね、昨日負けちゃったけどマジック点灯したね。ひとみ映れるの、映れたとしても映んないと思いますきっと眠くないの、ともきさんだいぶすっぴんですわ。もうさっきだって起きて10分後に配信したもん。ってお腹すいたわ、トイさん、やばい眠い。これからお仕事なの、ヨッシーさん。オールなの？大丈夫？本当に。アッキーさん、それ寝ぼけてないでしょ、絶対。見たかったんでしょ。あくびしかでん、山ひろさん安心して寝ないで。眠眠配信、眠眠配信、起きたて10分ほやほや起きたて10分ほやほやのねむねむ配信です。皆さん起きてますか、おはようございます。起きたてほやほやねむねむ配信、スティスティ早起きポンポンポン、準備はもう終わった。すごくない？私10分で配信始めるぐらいの準備をして、で荷物も準備して、服も着替えたし、顔も洗ったりしたし、歯も磨いたし、なんかもう私ってなんかもう早く準備する天才かもしれないって思ったよね。声はね、意外にいつも起きてますね。なんだそのテンション。ラジオ体操しますか一緒に。偉くない？ちょっと天才かもしれない私。だって10分間で全てのことを終了したんですよ。いやーやっぱ天才かも。ね、早くない？ 10 分間でさ全部終わったんだよ。首ぐらい動かしてくれないかな。うん、首ぐらい動かしてよ、朝から朝からやってんだからよ。めっちゃ自画自賛するやんって、天才児って、天才児よ。 T シャツやったらラジオ体操するか、ちょっとラジオ体操しようかな、本当に。じゃあラジオ体操します。1,2,3,4,5,6,7、腕を大きく回して体操。テン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 。どうした？何か天気。何がやばいのかがわからない。ああ。タンタンタン。腕を大きく開いて。タン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 。
タン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 タラランタンタ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 ンタンタタン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 タタンタンタン。ひとみん化粧水をつけるのまき。ドゥルドゥルドゥルリリ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 で、う、うん、で、薄い。何してんだよ、おい。朝テンションですね。おはようございます。よく覚えてるな。だってさ、かわいいくしゃみ。だってさ、学校でさ、もうずっとやりよったもん、ラジオ体操。でもラジオ体操マジでいいらしいよ。マジでね、全力でやったら疲れるよ。全力まるまる始めるよ。全力と笑顔ピューン。向こう側で乗ってくれてる。おにぎり食べながらね、見ていいですよ。グッジョブです。全力ラジオ体操始めるよ。全力ムキムキヘイ。新しいの。全力背伸びヘイ。最後ははいチーズ。はいラジオ。やばくない？テンション上げ上げやんってめっちゃくるやん。超絶元気。私いつもより元気じゃねこれ。いやもう朝から元気に行かないと持たない。ねえ、お腹空いた。それな。っていうね、もう元気に行かないと。なんかもうこんな朝から無理だから、もうちょっと私はテンション上げ上げでいきたいと思います。どうしよう、メンバーに会ったらうざがられる。うるせえよって言われそう。待ってたわ朝から。待って、ノブさん、またまた、ちょっと待って。せーので、ほい。ありがとうございます。ありがとうございます。ノブさん、日本もまたまたありがとうございます。ありがとう。頑張ろう、今日も頑張る。レイメロさん、朝ごはん何かな。わかんない。アンの予想はおにぎりのお弁当の予想。あのね、よく朝あるある、おにぎり2つ入った、ちょっと卵焼きとか、なんか唐揚げとか入った、なんか 2パターンぐらいある、あの朝ごはんがよくあるから、なんかワンチャンそれかなっていう感じです。ポンポン。ゆで卵はどうでしょうかね。ゆで卵はきっとないですね。あ、まあでもそのお弁当の中にゆで卵が半分に切って入ってある可能性もあるけど。眠そうな大谷さんにラジオ体操しようよと言ってほしいって。ショールームのライブランキング知ってる？知ってない。そう、あんでもあのおにぎり好きやねんけどな。いつもあの朝おにぎりよく出るんよな。ねえ、アイス食べたいよね。あのね、ルマンドアイスね、さ昨日ね夜ねコンビニでね見つけたんだけどね、買わんかった。そう、昨日の弁当ね、カプレーゼ入っとったん、びっくりした。なんかちっちゃいやつなんだけど、こんぐらいのトマトにこんぐらいのチーズだったんですけど、なんかえみたいな、えカプレーゼじゃねこれみたいななってさ、すげえテンション上がったよね。そう、カプちゃん、っていうあくびをする私なんですけどね。カプレーゼ
そう、なんか昨日のお弁当は洋食、中華、和食っていう3つあって、そう、おしゃれですよね、なんかね。おしゃれっすよね。顔テカ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 マン、テカちゃんじゃん。みんな配信終わったら二度寝するの？いいね。そう、アンナは確か洋食にしたんだよ。一番洋食がやっぱ人気でしたね。いや、そうだからね、すごいね、なんかそれね、ローストビーフみたいなの入ってて、そうだからなんか結構ねいい感じでした。お肉っていうカロリー低めな、すっげー眉毛が透けるからすっげー嫌なんだけど、本当に嫌だ。本当にもうね、光に当たったら超眉毛やばいんだけど、やばい、ちょっとテンション抑えていこう。二度寝しないようにみんな気をつけてくださいね。デレ豪華ね、この前髪あんま好きじゃないわ。早く伸びろ、早く増えろって感じですね。はあ、眉毛見してこうって、マジか、テンションおかしい。もうテンション上げていかんとさ、朝からだから、やっぱり朝から、朝からだからついていけないんだよ。え、今何時？ランキング読む時間？本当だ、ランキング読む時間だ。ランキング読みます。そろそろ終わんなきゃいけないから。13位、さゆにゃ。12位、なかちょさん。11位、あれ、ゴーンさん。10位、眠れないのケンオンさん。9位、違うわ、11位が桃翔吾だ、桃翔吾。9位がケンオンさん。あ、待って、変わった、待って、わかんない。9位がペンペンさん。8位がセイちゃん。7位が中ちょさん。6位が、え、違う、デルファイさんが8位で、6位がお肉さんで、5位がレグルスさんで、4位がセイタ、3位がポークたまごさんで、2位がヨッシーさんで、1位がノブさんです。ありがとうございます。じゃあランダムは8人いきますね。1人目ジュイタンさん、ジャイタンさんか。2人目シューマンハ。3人目いぶき。4人目くまのすけさん。5人目吉永さん。6人目、え、ならない、えりくん。7人目、かずたかさん。8人目、ポポちゃんです。ありがとうございましたありがとうございました。じゃんけんします。せーの、じゃけん、じゃんけん、じゃんけん、はい、チョキです。じゃあみんな朝から本当にありがとうございました。本当に本当にすごくよくわかんない内容の薄いテンションは高い配信でした。じゃあお腹が空きました。じゃあバイバイ。1800人以上の方ありがとう、バイバイ。もう今日の顔はちょっとやばいので本当やめてください、バイバイ。行ってきます、バイバイ。お休みじゃないよ、みんなもう寝ないのよ、バイバイ。 See you、 バイバイ、ありがとうね、バイバイ。